厚さがあれば十分かなっていう厚さなんですけど、あのウールはですね、あの水をちょっと汗とかを保水するんですよ。保水能力があって、保水してその汗のをかいた時の水分が少しこう吸うんですけど、それで体温でその温められる、要は体温で出てくるんで、汗は体温で出てきた汗をそのままの温度で保水するんですよ。でそのままずっとこう保水することで、あの温かさを保つんですけども、ウールの場合はで、あの体から近いところにないとその能力っていうのは発揮できないんですよ、ウールはね。だからこうなるべくこう体に近いところにウールを着ると、冬場の場合は特に。で夏はちょっと暑いんでポリエステルかなんか でポリエステルの場合は水を吸わないんですよ。で水を吸わないでどん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 外に出して乾かすので、あの気化熱が奪われるので、ただ綿とかのようにずっとベタって濡れてるわけじゃないから、あのこうなんていうかな、水によるこう体温っていうのを低下っていうのは防いでくれるんですけど、でも乾く時にやっぱ気化熱を奪われるからちょっとヒヤンとした感じになるんですけど、それがポリエステル、このウールの上にはポリエステルの方がいいんですよ。ここから先は乾いた方がいいですよ、早く。そのここはまあ保水して体温で保たれてると、こうあったかいこう体温でこう保たれてると、この辺はね。でここから先、これ以上の水分っていうのはポリエステルに移動したら、もうどん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 こう蒸発してくれた方がいいんですよ。でこの時の気化熱はポリエステル側で乾く場合に、このウールのところから奪われない、地肌に近くない、これ地肌に近いと奪われるんですけど、奪われにくいので、外側にポリエステルという感じで、まあ、2枚目3枚目には僕はこの辺を着ていると。で大体冬場はこの3枚でこう行動してるんですけど、パタゴニアのキャプリの3番ぐらいの厚さですね。で最初のやつはメリノウールで、そのキャプリの3番ぐらいを2枚重ねぐらい でその薄いやつを重ねた方があったかいんですよ、効率よく。その熱いのをこうどんどん入れていくよりは、熱いのを入れていくと今度この中間は結構熱かったりとか、逆にちょっとこう動くと熱くなったりとかしやすいので、僕は大体こう3枚ぐらいはその長袖でそのぐらいの厚さ、ちょっとまあ夏はこれ着て熱いなっていうぐらいの厚さを3枚ぐらい重ねて、それがベースになると。でその上にジャケットを着て行動するか、ちょっと寒いなっていう時は、この僕はですね、最近このベストを着るようになってから結構快適でずっと着てるんですけど、これがですね、あの中に化繊の少し綿が入ってて結構薄いんですけど、このベストを着ると結構快適なんですよ。こういうやつなんですけど、こういうベストを着てます。で、あの冬とか春とかその雪山行ってる動画とかが流れて、大体そのベスト着てることが多いんですけど、それがですね結構快適で、暑い時は涼しくみたいな、で汗かいてもそんなこう冷たくもならないし、で寒い時は暖かいんですよ。で大体この胴体というか、この体のこの中心部分が冷えなければ、そんなにこう手とか足とかは多少冷えてもその強くできているので、あのそんなにこう体温に影響を与えないので、この、1、2、3枚、ここにですね、ベストを入れる感じ。これがで、ここがポリですね、私。で、薄いフリースがあると。で、僕はここにベスト着て、このフリースは着ないですね、ほとんど。これこのベストで、まして、要は半袖があって、で長袖、ウールできればウールなんですけど、あのウールウールポリポリベストでジャケットみたいな、大体この辺がベースになってます。でこれちょっと暑いなっていう時はこのポリを1枚減らしたりとか、そんな感じで、まあ、ベスト脱いだりとか、ベスト脱ぐとスーッとこうなんていうかな、あの涼しくなるんで、ベスト脱いだりとかして着ていますけど、で防寒着に、僕はこのぐらいのあれですね、防寒着といってもこの R1 のフリースと、あとはダウンのジャケットを持っているぐらいかな。だから昔はこのベストがない時は R2 とか R3 みたいなフリースを持ってたんですけど、もう最近はちょっとこうベストが結構快適でそんなに着なくなったので、その薄いやつを一応持ってはいますね。でも登山中はあまり着ないかな。
あんまり着ることがない。その森林限界を超えるときに寒くなるようだったら、1枚その薄いやつ、またこのジャケットとこのベストの間に着て、ドライなやつを、これは防寒着の役割なんですけど、どんどんこう服類、ウェアとか濡れていくんですよ。朝歩き始めてから汗をかいたりとかして、どんどん濡れていくんですよ。で、大体その湿気っていうものは全部こう濡れていて、まあ、どんどん乾いてもいくんですけど、濡れていると。で、森林限界を超えるときに、さらに急激にこう気温がガクンと下がるので、その時に濡れてると、そのガクンと下がった気温をまともに伝えてくるので、余計寒くなるんですよ。それまでもこう寒いの我慢しながら行ってるんですけど、で、そこにですね、ドライなやつを一つ、こうフリースでも、ダウンのジャケットでもいいんですけど、それをこの間に入れることで、外側からのこの寒さっていうのが、ここが空気の層になるんで、ここから先に伝えてこないんですよ。ここで一回ちょっとこう、クリアされる感じ。そうするとどうなるかって、今までこう冷えてたのが、また体温でこうじわじわじわとこう温まっていって、こう体温がこう戻ってくるような感じでなるんですけど、でこれが濡れる、これは要は乾いてる間はそう保てるんだけど、それ以上汗かかないので結構比較的快適に歩けると。それが空気の層を作りやすいもの。だからその R1、R2 のフリースとかも結構こう毛足が長くて空気の層を作れるので、結構快適に、この防寒着の役割っていうのはそういう感じの防寒、寒さを防ぐ、ここで止めるっていうのが目的なので、でそれはダウンでも OK。で、僕はダウンを着ることもありますね。そのあまりにも風強くて、それまでが寒かったら。でもちょっと暑いんですけど、ダウンをこの下に着てから歩くみたいな。そうするともう、なんか嘘のように快適になったりとかするので、一応ドライなやつを防寒着として2つは持っていくと。まあ1つが濡れても OK な。そうすると、1,2,3,4、ベストで5、で、6、7、8枚。1,2,3,4,5,6,7,8枚。まあ、7枚から8枚っていう感じですかね。ここはここで R1 ですね。で、ここはキャプリンの3番ぐらいを2枚重ねて。メリノールですね。ちょっと待ってくださいね。ここが大事っていう感じね。で、森林限界までをこう濡れてしまうと。で、乾かすのも、だからこれが逆じゃあまり意味がないって感じね。ポリエステルが出そうとしてるけど、ウールが吸って残ってるみたいな。だそれが冷やされて体温もなくなって、遠いとね、自分の体が遠いと冷やされるので、これ逆だったら、あまり効率は良くないと。この順番が大事なんですけど、そんな感じで今はですね、1,2,3、これで4枚着てるかな。1,2,3とジャケット、あとはだからこれ1枚とベストと防寒着を持っていくぐらいな感じです、冬山の場合は。でそれでこう徐々に足していくような感じもあります。まあ、これ大体この辺がベースになってて、3枚ぐらい着て歩いてるような感じで、暑い時は間が一つ減ってるとかっていう感じなんですけど、ではウールをなるべく肌に近いところはウールを着ましょうと、ポリエステルよりはウールを着ましょうということになるんですけど、まあポリエステルも快適なやつがあれば別に OK なんですけど、ただ体温とかを濡れても汗でどうしても濡れてしまうので、体に近いところは汗で濡れるので、それでも体温奪われにくいですよということで、冬はウールを着ろというのも昔から言われているということになります。で次にズボンなんですけども、でこのジャケットはですね、ゴアテックスでもゴアテックスじゃなくてもいいんですけど、基本的には雪がない、水がないところで使う、いや水が存在しない場所ですね、まあ、雪と、氷だけ、雪と氷しかないので、風と雪と氷しかない世界なので、まあ、水はないという世界なので、カッパ、ゴアテックスである必要はないんですよ。だからソフトシェルとかいろいろあるじゃないですか、風を止めて、まあ、雪とかもそれなりにこう弾いてくれるというかっていうような素材なら OK なので、まあ、ゴアテックスじゃなくてもいいぞと、その冬に関してはソフトシェルとか、そのゴアテックスの冬のないソフトシェルとか、そういうものでも OK なんですけど、冬用のジャケットの一応ポイント、選ぶポイントはまずですね、このフード、これがこう顔を全部覆える
感じですね。もう目はこうサングラスでこう目だけが出てる。一応こう被ってみて全部覆えるかどうか、こうやって被ってみてっていうのはポイントで、フードはなるべくでかい方がいいですね。でこの前立て、ここのですね前立てもなるべく、これちょっと低いんですけど、これはこのぐらい高い方がこの頬とかをこう守ってくれるのと、あの風が強い時ってもうさっきみたいにですね、その、メレ帽はちょっとこうこの辺は開けた状態で着た方が快適なん でサングラスもししてたとしたらやっぱ曇るので、この口のとこ開けときたいんですよ。でもわーっとこう風が横から来たりとかすると、ここは結構頬が痛くなるんで、そういう時はこの前立てで防ぐような、直接こう風が当たらないようにするような、だこんな感じで歩いたりすることもあるんですけど、その一時的な感じだとしたら、そのためにはこうフードがでかい方がいいと、なるべく。でヘルメットもし被るんだったらヘルメット被って被れるぐらいの方が良かったりとかっていう感じ。まあフードがでかいので楽で、次にグローブした状態で結構ポケットから出し入れするんですよ。で予備の手袋とかこうこの使ってないやつとかをあらかじめ入れておいたりとかするので、その替えのサングラスとかね、そういうのがあれば携帯電話、まあいろいろこうポケットから出し入れするので、ポケットが手袋したままでも出しやすい、こうでかいやつ、大きいやつの方がですね使える、あまりちっちゃいのよりはこう大きくて使えるやつで、であとフラップみたいなのがまあなるべくない、あれは雨用なんですよ。フラップっていうのは。の発想としては、あの、このファスナーを伝わって水が入ってくるから、そのフラップで、一応このファスナーのところにかかってくる水も防ぎましょうというのが、どちらかというと夏なんですよ、これは。発想としては。フラップがない方が扱いやすいですね。ファスナーを。それとあとは、この素材なんですけど、この表の素材がちょっとこうザラザラしてる。なんていうかな、こう滑りにくいというか、で夏のカッパはですね、あの雨水を水滴にして、夏のカッパの場合は雨水を水滴にしてこう下に落とすのが仕事なんですよ。そのためにはツルツルしてる方がいいですよ。ツルツルで水弾きが良くて、ツルツルしてるから弾きやすい、でそれがこう下にどん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 落ちていってなくなるっていうのがカッパの役割なんですよ。でも、この雪と氷の世界では雨がないので、そんな必要ないですよ。水滴に、水を水滴にするっていう作業は必要ないので、どちらかというと、それよりも、あの、雪の面でこう、スリップした時に滑りにくい方がいいんですよ。抵抗になってくれた方が。っていうと、ザラザラした生地だと、このスピードがつきにくい。こう、滑った時も。ズボンもそうなんですけど、だからなるべくこう、ザラザラしたやつが、まあ、冬用っていう感じでは多いんですけども、まあ、ザラザラした素材。これもそうなんですけど、で、ズボンもそうですね。でズボンはですね、僕はあのこの今日履いてきたんですけど、あのソフトシェルのそんなに厚くないんですけど、ソフトシェルのズボンを履いて、その下にフリあのタイツを2枚履きます。最大で2枚で、これも実際使ってるやつの新品ですけど、これは使ってるモデルの新品ですですけど、それも R、あ、C、キャプリンの3番ですね。で、それとさっきのこの R1 タイツっていうのが昔あったんですけど、それを大体持ってって、その時の状況で、だからフリースのちょっと薄いフリースのストレッチ性のあるタイツと、そのキャプリンの3番のタイツを履いて、でその上にこのソフトシェルを履くんですけど、足はですね、ソフトシェルの方が足上がりがいいんですよ。こう足が上がりやすい、こう抵抗が少ないんで。それとあのゴアテックスっていうのは風を 100% 止める代わりに、そのちょっと蒸れる感じが、汗とかをが蒸れる感じがあるんですけど、そうすると蒸れて、タイツが濡れて冷たくなってしまうのを選ぶか、あのこういうソフトシェルだと 80% の風は止めるけども 20% 通るんですよ。だからちょっとスカスカした感じになるんだけど、その分汗が抜けていってくれるので、濡れないでドライな状態で、冷えない状態で、でもちょっとスースーしてるなぐらいな感じで使うのか、それはどっちかなんですけど、僕はこの足上がりの良さでソフトシェルをズボンは使ってます。あとアイゼンとかでちょっとこうプチッと引っ掛けたりとかしても破れづらい、こうソフトシェルはもう結構何回もプチプチ引っ掛けてるんですけど、あ破れたかなと思うので破れない。でもゴアテックスの場合はもうあっという間にビリビリになってしまうので、もうちょっと引っ掛けたらもうビリッて破れて
補修しなきゃいけないとかってことになるので、ズボンに関しては結構穴開いたりとか、その合図引っ掛けたりとかしやすいんで、僕はソフトシェルを使ってた。でも上着の方は昔ソフトシェルを使ってたんだけど、ちょっとやっぱ重いなっていう、で動きにくいかなっていうような感じで、まあ薄いゴアのジャケットを最近は着てるという感じです。そんなに厚い、厚くて重いものは必要ないぞっていう感じなんですけど、基本的には薄いやつで、中に裏地のないやつを着てる。ジャケットはそれはもう濡れても乾かすことができるのでという感じです。ウェアに関してはで、昔はですね、こういうのを持って行ってたんですよ。テントじゃなくても、あのダウンのパンツって山小屋で履いてると結構快適な幸せな生活ができるんですけど、ダウンパンツとジャウンだけと着て、山小屋で生活するみたいな、まあ、テントでもそうなんですけど、でも最近は持っていかなくなるんですよ、ね、だんだん強くなってきたのかなんか面倒になってきて、あんまりなんかこれ着て歩くとか、歩くのには必要ないんですよ。ただ本当についてからちょっと快適に過ごしたいなっていうだけのものなんで、だ寒いんだったら、両手テントだったら、テントだったら、シュラフをこう足にかけときゃいいし、そんなこうね、外出て歩けるぐらいの服は着てるので、っていう感じでいけばもういらないかなっていう、最近はいらないかなっていう感じで、どちらかというとお家で使っています。この辺だと結構冬寒いので、起きた瞬間とか寒いからこう履いて、しばらくちょっとこう体が温まってくるとか、部屋が温まるまで、これを履いて、これ履いて歩いてたりとかします、ね、これあったかいですよ、これ全然違いますよ、これ朝起きてこれ履いて歩けばパジャマの上からっていう感じで最近は使っていたりとかします。で、足はですね、もう女性を見習う、特にこの女子高生、この辺でですね、この安曇野のこの辺で、だいたい冬に最高に冷え込むと、だいたいマイナス17度ぐらいに冷え込むことがあるんですよ。車の温度計で。で、平均だいたいマイナス10度ぐらいなんですよ。朝、真冬ね、原動機。で、時々ガツンと冷え込んでマイナス17度っていう時があって、その時にですね、この辺、ここの近くに穂高商業高校っていう学校があって、すぐ駅から降りて、女子高生の皆さんたちが、こう、通うんですけども、で、結構ここら辺は、なんか子供たちが、僕は例えば普通にこうお店にこう出勤して歩いてても、普通に僕は一人でねこう歩いててもみんなこうすれ違う時におはようございますとかって声かけてくるんですよ。それ子供もそうなんですけど、うん、すごいでしょ。女子高生ですよ、知らない女子高生、僕から声かけれないじゃないですか。ねえ、ちょっとやばいでしょ。おはようございますとか言ってこうね、女子高生が通るたびにおはようございますとか言ってったら、ちょっとこうね、変態が出たとかいう話になるじゃないですかなので僕からは先に声かけれないんですよ、どちらかというと遠慮して。だからでも来るぞっていうのがこうもう当たり前みたいな感じだから、来たらやっぱ返さないと、やっぱあの大人っていうことになるじゃないですか。あの大人ちょっと変みたいな、うん、挨拶もできないのかなとかいうこと思われたくないから、でも最初はそれに馴染まなかったんですよ。ありえない、いきなりおはようございますとか言われても ええみたいな、用意してないから最初ね、ここに来たばっかりの時は馴染みなかった。まあ最近はちょっと慣れてるから、おはようございますって言われたらすぐにおはようございますってこう返せるようになったんですけど、なかなか挨拶がね、すごいでしょ。でも、これ男子もそうなんですよ。男子もだいたいすれ違うとおはようございますみたいな、うん、うん、普通に、すごいな、この長野県っていうのはすごいとこだなとか思って、それはまだからこうね、昔からのこのいろんな家族の中でのこのいろんな言い伝えとかがまだあるんだなっていう感じですよね。逆に東京とかだとなかなかこうね、その挨拶なんかできない、怖くてできないじゃないですか。し、相手されないだろうなとか思うし、挨拶しようと思わない、変態だと逆に思われてしまう可能性あるでしょ。僕は東京でだよね、通り行く人におはようございますとかって言ってたら、え、この人なんか選挙でもするのかなみたいな感じじゃないですかおお、普通なんですよ。びっくりですよ、うん、子供たちもっていう感じで、だその女子高生たちがマイナス17度の中でミニスカートを履いて歩いているんですよ。まあ、寒そうにはしてるけども、と考えればマイナス17度って言うと結構年末年始ぐらいのつわごろ岳の稜線ぐらいで、だいたいマイナス20度ぐらいなんですよ。で、変わらないじゃないですか、そんなに。その中で僕らはもうフル装備なわけですよ。
フル装備でこんなことないながらこう歩いてるのに、その同じ気温、まあ風とかは違うけど、同じ気温の中で素肌をこう出して歩いてる。足はそんな冷えない。足はそんな冷えても体のこの体温をこう奪ってっていうことには、まあ、冷えるけど、太ももとか特にね、この足関係はそんなに重要ではないんだなっていうところはそこから学んだので、そこからなるべくこう大げさにしないようにしてるような感じですかね、ウェア類も。まあでも足りないと困るんですけど、まあ、防寒着とかこの辺はちゃんと持っていくけども、ここに関してはまあなるべく薄いので重ね着をして、そんなに過剰なウェアを持っていかなくてもいいのかなっていう感じですそれよりは寝袋1個持ってた方が、まあ、もしもの時にこう泊まるっていう時に快適じゃないですかでもまあ山越え泊まる時はあれなんですけど、でも大体雪山でもですね、道に迷ったりとかしない限りは、まあ、2、3時間とか4時間とか下れば大体下界に降りれるので、あのその場所さえ、自分のいる場所さえ 見失わなければ下山は結構早いんですよ。で下り始めたら冷えてた体も結構温まるんですよ。これは不思議なことで、例えば燕岳の稜線からこうマイナス20度もうガンガンにこう風が吹いて寒いと、うわーっとこう風が吹いて、もう本当に こんなことないながら歩いてたとしても、ここからほんの10分下ればもう汗が出始めたりとかするんですよ。下りはあの意外にこう惰性で動けるんだけど、動い足がこう動いてる分こうエンジンブレーキがかかってて、結構運動量っていうのはあるんですね。体がこう温まってくる、どん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 運動熱が出てっていうのが下りではあるので、もう寒くてどうしようもない時はもうくるっと回って下り始めたらもうポカポカになってくるみたいな感じで、だからどっちかって上りの方が寒さを感じる、ずっと寒さを感じながら我慢しながら、こんなことないながら、下りでは同じ環境でも手袋を外して暑い暑いとか言いながら降りてたりするぐらいに全然違うと、上りと下りでは歩くスピードが違うので、もう熱をなるべく生まないようにこう歩いてるから逆に寒いんですよね下りはもうどんどん行けばどんどん温まるので、どんどんこう上から脱いでいくような感じで、だ下りの方があったかいと、だから寒くてもうどうしようもない時は下ろうという、もうこれ以上は無理っていう時は、まあ、低体温症になりかけてるとか仲間でね、例えばで、あの仲間のその低体温症になる、そのまず最初震えるんですよ。もう震えてる段階では笑顔は出ない、もう顔色も悪いし、あのブスッとしてる感じね、だその辺を意識する、お互いね時々ギャグを言うとか、僕はギャグを言うっていうか話しかけるみんなに、どう楽しいとか言いながら、今日は外で寝るかみたいなね、今日はみんな泊まれないからね、僕は中で泊まるけどとか言いながら、その予約してないんでとか適当にこう笑いを取りながらっていうのが結構、それで笑わない人がいたら要注意みたいな、もうまた話しかけるっていうような感じで、とにかく笑顔で歩くと、冬山は雨の中もそうなんですけど、笑顔で歩いてれば大丈夫っていうことになるので、笑顔は大事ですっていう感じで、低体温症になりかけてる人がもしいたら、それをケアしないと、あの本人は自覚症状がないままこう進んでいく場合があって、まあ、よくなんかつまずいて転ぶとか、もうしょっちゅうこう止まってるとか、遅れ始めるとかね、そういう時はちょっとそれを注意してそこをケアしなきゃいけないと、お湯を飲むとか何か食べるとかで、それがまあここは困難だなと思われたら、もう下り始めると、下り始めたらもう暖かくなっていくので、どんどん。それがですね、今年の正月に、あの年末なんですけど、去年の年末に、あの中房から一人のおばさんがこう歩いて登って、僕らもこの後でどん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 こう十何人の団体で歩いてたんですよ。でおばさんはちょっとこう30分ぐらいかな先を歩いてて、途中追いついたんですよ。で結構ゆっくり歩いてるので追いついて、でもあの基本的には山ではあの先に取り付いた人が優先なんですよ。先入優先、先にその岩場でも何でも先に取り付いてる人が優先なので、僕の方が早いからちょっとどいてくれっていう話はないんですよ。それ結構夏場は多い、まあ冬でも多いんですよ。それちょっとあのあれなんですけど、要は先に入った人が優先なんですよ。ここ例えば一人しか歩けないと、でも別にすれ違えるとこだったらあと抜いていけばいいじゃないですか、ちょっと避けて抜いていけばいいけど、そういう避けれない
ところ、特にこの冬場の雪のトレースだと、一つよげるとガバッとか埋まったりとか、それがもしバランス崩してこう転落したりとかすることがあるじゃないですか。足をこうトレースから外せない、外すとガバッと埋まって、そこからまた出てくるの大変だとか、結構そういうのあるんですよ。そうすると避けれない、避けないっていうのは基本なんですよ。シングルトラックというか、こう雪の雪山では特になんですけど、夏でもそうなんですよ。危険があるんだったら避けない、避けてくれっていうのはもうダメなんですよ。その避けた時に誰かその前の人たちが僕を避けたために何かこうね、転落してしまうとか、そういう危険があるような場所では、あの基本的には追い越さないっていうのは基本なんですけど、で、そのためにはなるべくプレッシャーかけない方がいいから、ちょっとこう離れてやっぱ歩かなきゃいけないんですよ。もうすぐ後ろくっついてくる人いるじゃないですか。こう見たらすぐ後ろこんなことになってこうくっついてくる人いるじゃないですか。あれは失礼なんですよ。要はマナー違反なんですよ、あんなもの。車で後ろから煽ってるのと同じ、法定速度で走ってる車を、それはトロトロなしていますよ、たまにはね。それはちょっとこうブブーとかいうことがあるかもしれないけど、要はこう後ろから煽るのは基本的にはもう失礼なんですよ、社会人としては。だからなるべくこうプレッシャーをかけないように、ちょっとこの前に進んでる人からプレッシャーかからないぐらいの距離感を保って、自分たちは自分たちの楽しみ方で歩くと。でも私は早く行きたいよと言うんだったら、この、まあ、先に行ってる人よりも早く起きて出発すればいいんですよ。ただお寝坊さんなだけなんですよ、後で出発してる人は。ただお寝坊さん、準備が遅いとか自分の問題なんですね。早く行けばいい、誰も歩いてない、4時に歩き始めればほとんど人いないですよ、でしょ。それだったらもうトップでガーンとこう登れるんだけど、な7時に歩き始めたら6時から歩いてる人って結構いるじゃないですか、だらに。そうすると絶対的に自分的なペースでは歩けない、もう全然分かってきてることじゃないですか。人気の山で朝7時に出発したと、8時に出発したと、だ絶対前にもう何十人っているわけじゃないですか、前提としては。だその人たちが邪魔だとかいうのは、それはもうおかしいでしょ。でも結構ね、そういう人いるんですよ。後ろこうくじきて早くも抜かさせろみたいな、言わなくてもすいませんちょっと避けてくださいって言う人もいるんですよ。ちょっと待てよと、もっと早く起きればいいんじゃないかと。で抜いたら、抜いた勢いで行くとなんか忘れたかなんかで途中止まってたりとかするんですよ。お前もう二度と抜かさせないぞと、でしょ。もう避けて、わざわざこうやって避けてね、え後から寝坊したやつがね、遅刻じゃないですか、要は遅刻した人が、いや順番抜かしてでしょ、要は受付に向かってるわけだから、みんな演算層の受付に向かってるわけでしょ、ね、その途中で順番抜かしていくわけじゃないですか。そういうのは良くないぞと。で離れて歩いてたんですよ。だから止まったりとかして、どうしようかなと思って、先どうぞとか言う、先行きますかとか聞かれたんで、まあどっちでもいいですよとか言って、でも後ろからくっつかれて嫌だったら抜かしますけどとか言ったら避けたんで、俺は抜かして行ったんですよ。その60何歳かのおばさんなんですけど、でその後もその方は一人で多分歩いてて、で僕らはだいたい2時ぐらいに着いたんですよ、演山荘に。でその後にそのおばさんの方はもう完全に忘れてたんですよ。ほら忘れてたというか、そのすれ違う人全部気にしてこうチェックなんかしてないんで、あの気がつかなかったんですけども、で夕方の6時ぐらいに救助要請が入りましたっていうことで、そのおばさんだったんですけど、大体演山荘の30分か1時間ぐらい手前のところで動けなくなってしまってたんですよ。で最終的には低体温症で凍死っていうことになるんですけど、であのその方は結構辛そうだったんですね。もう第2もう歩き始めの1時間か2時間歩いたところで結構辛そうだったんで、あので一人だったんですよ。でも最初からこうジャケットとか着込んでて、まあ初めてなのかなっていう感じで歩いててなんですけど、で途中で、まあ、6時ですよ、もう真っ黒け、冬の場合はだいたい5時になったらもう暗くなってくるんで、5時半真っ黒けなんで、だから6時なんですよ。でそれまでに一回あの娘さんかなんかの時に、まあ、この子供さんのところに電話をして、まあ、6時いくつだから子供って言ったら僕ぐらいの年代だと思うんですけど、電話をして道が分かんなくなったっていうような連絡をしたらしいんですよ。でその方が警察に救助要請を出して、で警察から演山荘に要請が来て、そこからスタッフが何人かで見に行ったんですけど、もうその時はもうダメだったみたいで、その時点で上がってこなくて、まあ、ゆっくりとこう上げたんですけど、で3日後か2日後ぐらいかな、ちょっと天気安定したところヘリで収容されていったんですけど、その方はですね、途中でそのさっきのあのプラン、第1プラン第2プランのところで、第2プラン以降なかったんですよ。いや第1プランしかなかった、今日はここに来るっていうプランしかなかったんですよ。その間に例えば合戦小屋っていうところで
14時までに通過できなかったら帰りましょうっていうようなプランがなかったんですね。でそれはまあそれもあのこの低体温症っていうことになるんでなるんだけど、だからその低体温症っていうことになってくる、まあ、だんだんとこう体温が下がってきて思考能力が低下していって歩いてるとあのだんだんとこのなくなっていくんですよ、そういう発想が。これ控えした方がいいかなとか、体温がこう下がってくると思考能力が減ってきて自覚症状のないまま動けなくなってしまうということになると。そのために、まあ、第2プラン第3プランは必要だけど、まあ、そんな感じで低体温症っていうのが冬場の場合は上りでは要注意ですね。だから下りではそんなに注意する必要もないかなっていうぐらいに結構温まる暖かくなってくるんでなんですけど、上りの方がそういうことになりやすいと、体温をこう奪われて寒さを感じやすいという感じになるので、そこはもうお互いにチェックですね。一緒に行くとしたらいつも笑顔、顔見たら笑顔、ニコッとすればまあ大体大丈夫です。そのニコッとできない感じですねというところです。でとにかく下ると、これはもうダメだなと思ったらもう腕を引っ張ってでも下っていけばだんだんとこの歩けるようにはなるはずなので、まあ、その前にお湯を飲むとか自分でもそうならないようにしなきゃいけないんですけど、お湯を飲んで内部から温めるとかっていうことをしながら歩いていただきたいなと。とにかく冬の場合は低体温症っていうのがあの結構重要なんで、このウェアに関してはそうならないようにどん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 こう服をあのこう足していくと、で暑い時は脱ぐと、でなるべく汗かかないようなペースで歩くと、それでガボッと汗かくような歩き方してたらもう上来た時にガチガチに凍ってしまうので汗かかないように、だから普段よりもちょっとペースは遅く、夏よりも遅くしなきゃいけない。いかにこの汗をかかないドライな状態でその森林限界を超えていくかっていうというのがウェアの基本的な考え方で、森林限界を超える時にいかに乾いてて、寒くないかっていうような、で防寒、このここでドライなところをいかに作るかっていうことを考えて、この最初からこう服を合わせて着ていくっていうのを考えると、ここでいかにいい状態にするかですね、この森林限界でというのが服の着方です。で僕はですねもう基本的にパタゴニアでこう分かりやすいんですよ、キャプリンの1番2番3番で、レギュレーターの1番2番3番とかあるじゃないですか。でそれのまあ4番は使うことなくて、だいたい2番3番1番2番3番ぐらいを、いやキャプリンの1番、一番肌に近いのがキャプリンの1番に来て、で、例えばね、これはここがまあポリエステルだとしたら、キャプリンの1番って結構でも濡れてもあったかいんですよ、不思議とポリエステルの中でも。で濡れたことを感じないような感じで結構快適で、僕はこの大体ここでキャプリンの1番で肌触りがいいんですよ、あのチクチクしたりとかしないし、それ気持ちがいいので、僕はここにキャプリンの1番、これポリエステルなんですけど、でここでメリノールの2番を着るんですよパタゴニアでね。それでもいいんですけど、それはなんだっけ、スマートウールかなんか。でこっからは C3 キャプリン3番、2番はないんですよ。2番は僕2番は嫌い派なんですよ。キャプリンの2番はテロテロしててなんかザラザラしててあんまり好きじゃないんですよ。テロテロザラザラであんまり好きじゃなくて、1番2番、まあここでメリノールの2番来てキャプリン3番、まあ、この辺流れてるじゃないですか。それで、今度はレギュレーターの1番で、2番を昔は持って行ってたけど今は持っていかなくて、このベストを着てるとその代わりに、っていうような感じで、もう全部パタゴニアで分かりやすいで結構好きなんですけど、そんな感じで使ってますね。あとは他のメーカーもいろいろあるんで、まあ、それを基準にこれは暑いかなとかどうかなっていう考えたりとかするんですけど、例えばそこにノースのシャツがあるじゃないですか、ノースのシャツ、それ着るとですね、この武将髭のところはチクチク痛いんですよ、時々チクッとか言ってファスナーが痛いんですよ。それ着てると大体こうチク、あこれやっぱり嫌だなみたいな感じで、でもパタゴニアはそんなことならないんですよ。そういうこうチクチク感もないし、で昔モンベル の, あのアンダージオラインとかいうアンダーを着てたら、あのこのお腹のところがすぐに破けるんですよ。やっぱりいろんなものがこう擦れるじゃないですか、そうすると結構すぐに破けてダメになるし、
それでも値段がですね、どれぐらいとかね、4500円とかで、キャプリーンが7000円ぐらいなんですけど、でもすぐ1年2年で破れるんですよ。こう普通に普段仕事で着ててもすぐ破れるんですよ、ワンシーズンとかで。だったらキャプリーンで5年とか着れる方がいいじゃないですか。キャプリーンだと5年とか10年選手のやつもあるんですよ。ここら辺ビリビリしてるけど、でも着れるんですよ、別に破れてるけども、この肘のところとかちょっとこう破れたりとか擦れて薄くなったりとかしてるけど着れたりとかするんですけど、その方がいいから、だからどっちかっていうとそれでパタゴニアに変わっていった感じですよね。他のいろいろこう試してるんですけど、でマムートはとにかくね、もう窮屈なんですよ、僕の体型には。あの細いくて長いで、結構この腕周りがね細いんですよね、窮屈で、あんまりこうアンダーはあんま馴染まなかったですね。でパタゴニアはちょうどいい感じですね、アメリカ人はちょっとややこうふくよかな人が多くてなのか、結構いい感じです。でもパタゴニアのズボンとかは合わないんですよ、細すぎて、うん、ちょっとこの辺がちょっと細すぎて合わなかったりとかして、上着に関してはパタゴニア結構好きですね。うん、はいはい。それがですね、あの生地、その特にフリース系は特になんですけど、こういうあのなんていうかな、機能素材というかスポーツ的なこのアウトドアの機能素材の、あのパタゴニアって一番最初にこう先陣を切っていろんな開発とかをしてて、あのフリースとかあるじゃないですか、フリースで、なんだっけな、そのメーカーとかも、まあ、元々パタゴニアと組んでやってたとか、だからこのパタゴニアって結構優先されるんですよ、生地、いい生地は。その生地メーカーってそんなないんですよ、トーレとかテイジンとか、あとはあのフリースのメーカーだったりとかするんですけど、結構優先されて最初にパタゴニアに持ち込まれるんですよ。それ今はどうか分かんないですよ、でもその作る昔前はパタゴニアにまず持ち込まれて、そこでテストして合格したほんの 3% とか、そういうものだけがパタゴニアで採用されて、でそこで不合格になったやつは他のメーカー、例えばマムートとかそういうメーカー、ノースだったりとか、そういうとこに行って、そこでもダメだったやつは日本のモンベルとかっていうような、こうそういう段階があるみたいなんですよ。今は違うかもしれないですよ、モンベルはモンベルでこうちゃんと開発してやってるかもしれないですけど、なんかそんな感じで世界標準的なこう品質のパタゴニアね、ちょっとこう一昔前はそんな感じで、だから一番最近にいいものを使うっていう、で独占して使うっていうような感じの、同じ生地でなかなか他のメーカーではないですよね。キャプリーンの3番とかすごい気に入ってるんですけど、キャプリーン1番もそうなんです、ちょっと違うんですよ、見た目は似ててもなんかちょっとこう生地の感じが違ったりとかっていうのはあるんですけど、そんな感じで僕は結構気に入ってるんですけどね。っていうのが、まあ、ウェアの合わせ方です。まあ、でせいぜい7枚とか8枚とかその時によるんですけど、まあ、薄いやつをなるべく重ねると。だから厚いのが入ればそれだけ枚数は減っていくかもしれないですけど、でもなかなか着ないものとかもあるので、あまりそんなに過剰にはする必要ないけども、一応その温度域、まあ、最悪の状況を想定してそこに耐えれるものを持っていくと、生活できるものというのが、そうするとマイナス20度で寝るとしたら、まあ、穴が掘れればマイナス 2,3 度だし、セールトとかテントで泊まるんだったらマイナス15度ぐらいは耐えれる、あの服で耐えれなかったら寝袋も必要だろうし、でも最初から泊まりで行く予定じゃなかったらなかなか寝袋まで持っていかないことが多いんですけども、でもなんかそのちっちゃな寝袋とかそういうものは一応携帯しとけば冬の場合はちょっと安心かなという感じで、これでですね、今日の冬山講習は終わりますので、なんか質問があれば今のうちに、質問コーナーです。はい。特に変わるところはないですね。だって最初に靴を合わせるときに、まあできれば厚手の方が暖かいので、一応靴下も厚さによって本量が変わるので、まあちょっと厚めぐらいで合わせておいて、2枚3枚履く必要もない感じですね。で靴下は新しい方が暖かいですね。
そのパイルの部分が潰れてない状態の方があったかくて、よくあのどこかこう高山登る人は本当頂上に登る時だけは新品の靴下履くみたいな、その一番厳しいところ感じに新しい方があったかいという感じです。